こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、ちっちゃいお子さんのお母さんたちみんなで、ね、よくね、子供にみんなと仲良くしなあかんよ、仲良くねって言うことないですか？あのみんな仲良くっていうあの言葉って、あれいいんかな、あれ正論かって私思っていて、はい、私の持論を含めですけども、みんなと仲良くは正論なのかというお話をしたいと思います。頑張らんでええです、適当でええで。はい、昔私、まあ、子供12人いるんですけどもね、まあ、上から3番目4番目ぐらいまでやったかな。すごいやっぱりこう昔ね、みんなと仲良くするっていうことは正しいことやと思って、道徳教育として絶対必要だと自分の中でやっぱ思い込んでたんですよね。で、子供たちがやっぱりちょっと大きくなってきて、それこそ、そうね、幼稚園の年長さんから小学校の低学年ぐらいになってきたら、誰々嫌い、誰々ムカつく、マジうざいとかって言うわけですよ、私に、ね、そうするとこうなんか人に対する、他人に対する、友達に対するこうネガティブ発言っていうのを聞くたんびに、私はいやそんな言い方せしたらあかんでとか、いやいや何々くんにもええとこあるやんかみたいなね、そういう子どもの気持ちっていうのをこう否定するような、そういうね言葉がけをしてたなっていうのが過去を思い浮かべた時にあるんですよね。で、子ども向けのね歌とかでも、例えばあの1年生の歌、あの友達100人できるかなってあれじゃないですかね。友達100人、それたくさん友達がいることがいいことなんかなみたいなところが、なんか昔は普通にそれ歌ってたけど、今となって友達100人歌詞にするか、なんかこれ変な、なんか先入観植え付けられへんのかなみたいな、なんかねじ曲がったね、そういう捉え方をしてしまう自分もいるんですけど、なんか全てにおいてこうみんなで仲良くするメッセージ、そういう系統のメッセージっていうのがすごい多いなと思っていて、で、大人のこういう反応っていうのがね、こう子供がね正直に何々嫌いとか何々嫌やとか、苦手はあまり言わへんかもしれんけど、嫌い、向こう行ってほしい、仲良くしたくないみたいなね、そういう言葉を言ってきた子供の気持ちを全部その仲良くメッセージっていうのがこう暗黙の否定みたいなのにね、つながっていってるんじゃないかなってすごい思うんですよね。で、大人でもこうね、相性の合わない人っているじゃないですか。私も苦手な人ってやっぱいます。どうもなんか生理的に苦手、もうなんか緊張するし、もう疲れるし、うーんみたいなね。嫌いかって言われると、嫌いっていうような感情までは別にいかないんですけど、ただちょっと苦手かなみたいな、なんかそんな感じかな。で、まあそういう相手ってみんないると思うんだけどね、やっぱり苦手な相手とは大人になってくると当たり障りなくね、こう関係性うまくこう工夫しながら、あの最低限のお付き合いをするような、そんなあの工夫がねできるようになってきて、で相性合うな、この人好きやなって思える人をこうしっかりと大切にするっていうようなことができるようになってくるかなと思うんだけども、子どもの場合はこう嫌いっていうそのネガティブ発言、あのこれ当たり前やし、むしろこれ私はもう大人も子どもも健全だと思うんですけども、でもそれを小学生ぐらいの子どもっていうのは、大人がみんな仲良くって言ったものを、それをまだ未熟ゆえにね、その文字通り言葉通りにそれを受け取ってしまうっていうことがあると思うんですよね。だからそもそも全員とね仲良くっていうのは、いや無理やろ無理やと思うんですよ。あまり現実味を帯びてないなと、全員と仲良くするっていうのはねと思うんですよね。でも子供がそのママが言ってるそのみんなと仲良くっていうのを文字通りに受け取ってしまったならば、それを無理にねこう実行しようとして、まあ、頑張るわけですよ。で結局根本的に合わへんなっていう友達いるけども、その友達と結局お互いが意見が違うのに正論でぶつかり合ってしまって、ほんで癇癪を起こしたりとか、なんか大喧嘩になったりとか、下手したら殴り合いになったりとかみたいな、で小学校の低学年ぐらい、はい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 みたいな、はい、そういうこともね増えてきちゃったりっていうのがあるんかなと思うんですよね。でその友達と、あの根本的に合わない友達と無理に合わそうとして、そういうことになって
ってそのストレスを抱えて子供がそのストレスをママに話そうかなと話したところでママからいや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 何々君にも悪いところばっかりじゃなくていいところもあるんやから仲良くしなあかんねみたいなね、そういうふうに諭されてしまったらそのみんなと仲良くできひん自分っていうのはダメなんかなとか自信なくなってみたいなね自己肯定感が落ちていくっていうことになっちゃうかなと思うんですよね。だちっちゃいうちからその正論みんなと仲良くっていう正論をずっとこう植え付けられた子たち結局そういうことやって私これ自分の経験談なんですけどうちの子それでね結局思春期になって、まあ、部活の問題とか先輩後輩のこととか友達のこととかで人間関係につまずいたことがあったんですよね。そうした時に結局私が子供がちっちゃい時からずっとみんなと仲良くっていうのをすごい言ってたから結局子供の中でそれがこうもう植え付けられてしまっててで思春期でその辛いことがあった時にね結局道徳教育として私はそれをみんなと仲良くを必要だと思ってやってたんだけど結局それをしたことに後悔することになったんですよね、うん、結局子供が学校に行けなくなっちゃってそれを思い悩んでね。で私はその時に何が辛いんどうしたんママに話してって言ったんですけど、ね、結局子供はその友達と仲良くできないっていうことに悩んでいたから私がちっちゃい時から植え付けられてたそのみんなと仲良くがもう入っちゃってるからそれを言ってたママにそのみんなと仲良くできひん自分っていうのをね結局綺麗な言葉ずっとそれを言われてたからもう打ち明けたところでもうみんなと仲良く自分はできないそれをママに話したところでママからはずっとみんなの仲良くは言われ続けてたからっていうのでもう心を閉ざしてしまう何が辛いのって聞いたところで全然答えてくれなくてっていうねすごいしんどかったことがあったんですよね。あーやってしまった過去からのずっと積み重ねがこういうことになるんやなっていうのが私が子育てをしている中で自分が体験したことなんですよ。で子供は本当に学校っていうその集団の中でね担任の先生にしても、ね、人数の少ない学校とかやったらクラス替えもなかったりもするしってなったらほんま何年間も同じ固定の、ね、友達の中でずっとやっていかないといけないその苦手な人先生も含め苦手な人ともうまくやっていかないといけないっていう意味では子供ってすごい大変な環境で生きてるよなっていうふうに思うんですよね。大人ももちろん職場であったりとか、ね、ママ友であったりとかある程度付き合っていかないといけないというところはあるけどでもどうしても辛かったらその仕事も転職するっていう手もあるしだけど子供は学校行かないっていう選択肢しかなくてその学校から転校するってなかなかそれハードル高いですしねじゃあ引っ越しすんのみたいな話にもなってくるからってなったら大人よりよっぽどその大変な環境の中でね生きてるんちゃうかなっていうふうに思うんです。で人付き合いのポイントとしてねこれ262方式っていうのがあって、ね、2割はあ好きやなって思える人、ね、で6割はまあどうでもいいかなみたいなことは悪いけどどっちでもいいかなみたいなそんな興味ないかなってね嫌いでもないし別に好きでもないしなみたいなそれが6割であとの2割は苦手です嫌いって言われたらちょっと分からんけど苦手ですみたいなね、はい、262の法則っていうのがいるんですよ。要は好きになれない相手っていうのはやっぱり2割はいるよと。これ人間関係子供であっても大人であってもみんなそうなわけですよね、うん、なのでその道徳的に正しいと思われる一見、はい、みんなで仲良くしなさいよっていうような理想論っていうのをそれを言っちゃったところでそれは現実的におかしい話やし、はい、だったらね道徳的にはちょっと問題があるかもしれないし聞こえは悪いかもしれないけどもでも子どもが思春期を迎えてそのからあともね人間関係でこう心折れてしまってっていうことにならないようにね自分の気持ちに率直で素直でええでと嫌いなもんは嫌いしゃあないなと嫌いやねんなそうかそうかと。はい、それをみんなと仲良くしなあかんとかママ言わんから聞いてあげるから全然かまへんから苦手や嫌やムカつくうざい言うてくれてもいいよっていうような、はい、そういう言葉がけをねしてあげるといいのかなっていうふうに思うんですよね、うん、でいつの時代でもねちっちゃい子供たちでみんなママに年々に嫌いとかもう嫌とか絶好するとかね言ってきますわ。普通にまだその植え付けられてるものが浅い段階ではね言ってきます子供はいつの時代にも、
はい、うちの第1子第2子も言うとった、今の10子11子も言うとるいつもう20年以上経ってますけど、そこでもどの時代の子供たちもみんなママにはそれを言ってくるわけですよね。だその負の感情っていうのを、これ子供はやっぱりママが受け止めてくれる相手だと思ってるから、負の気持ちっていうのをママに正直に伝えてくれてるわけですよね。でこれが将来的に思春期になった時の人間関係につまずいた時にも変わらずママにその負の気持ちっていうのを打ち明けられるようにね、そのピュアな心ね、負の感情苦手やっていうものがあるのは262の法則であって当たり前なわけですよ。そのピュアな心をこう潰してしまわないように、はい、仲良くすべきやっていうような正論を子供に伝え続けるんじゃなくて、私はそれを今しないようにっていうのをすごい心がけてるんですね。で子供が何々嫌いとか言って言ってきたら、今はどういうふうに答えてるかっていうと、そうなん、なんで嫌いなんって聞くようにしていますね。そうすると子供は子供なりにこうでこうでこんなんあってこれが嫌やったみたいなこと言ってくれるんですよ。でもね、よくよく聞いてるとね、その友達の人間自体が、そう、人格自体を子供が否定してるわけではなくって、私がその苦手な人はいるけど嫌いかって言われるとそこまでの感情にはならへんっていうのと似ててね、子供の話も聞いていったらね、その時に起きた出来事、その時の意見の食い違い、なんか その時の緊張、なんかそういうものが、誰々嫌いっていうような、そういう表現で表されてるだけのパターンが結構あるんですよね。なのでそんなん言うたらあかんとかって言う必要もないし、嫌いとかうざいとかもう嫌とかって言ってきたら、え、嫌なんや、どういうところが嫌なん、何があったみたいなのを聞いてあげて、ふんふんそうなんやって聞いてあげる。でそこでそうやんな、嫌やんなって、それを共感するんじゃなくて、ただただそれがいいとも悪いとも言えへん、はい、あ、そうなんや、そんな気持ちになったんやな、そうかって言って聞いてあげるっていうことだけ、その子供の気持ちを認めるだけ、そこに対してそんなん言うたらあかんも言うへんし、そうやんな、一緒になってムカつくよな、あの先生嫌やんな、ママもそうやわっていう、そこに同調もしないわけですよね、うん、っていうような関わり方をちょっと意識してあげるといいのかなと思いますね。だからなぜ苦手な相手がいるのは当たり前なわけだから、はい、だったらその時に嫌だと思ったことがあったら嫌って言うてもいいねんでっていうこととか、あとはもうどうしても嫌やと思ったらもうそこからスタコラさっさと逃げ流れとそんな嫌いな人と仲良くしようと友達100人できるかな、100人作らなあかんとか思う必要もないから、もうどうしても嫌やったらもう逃げなさいと、はい、自らそこに執着する必要ないから逃げたらいいやでと、ね、嫌いやっていう気持ちを我慢する必要がないんだよっていう風にね言ってあげたらいいかなと思いますね。だからその嫌いとか負の感情っていうものを、それを他人にぶつけてしまったりとか、あとその自分にその気持ちをぶつけてしまって落ちてしまうっていうような、そういうことさえしなければ OK なわけで、負の感情を持ってること自体は何も悪くないわけですよね。はい、いやや相手が苦手や嫌いやっていう気持ちは、うん、みんな持ってるから、それは当たり前やからええねんでと、うん、だからそういう気持ちになってしんどいなって思った時はいつでもママに素直にそれ話してなって言ってあげると、思春期以降にも人間関係で困ってね、ドーンと落ちてしまうようなことなく、そういう自分を否定することなく、そういう自分を認めつつっていうような思春期を迎えられるかなというふうに思いますので、これは本当に私が24年間子育てをしている中でいろいろ、あ、もうほんまこれ失敗やったなと思う、みんなと仲良くは正論か、これもうほんまに間違った教え方じゃないかと私は思っています。苦手な人がいるのはみんな当たり前、それでいいんじゃないかなと思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。